ウェスト・オーストラリアンとは、イギリスの競争馬である。19世紀中頃に活躍し、1853年に、史上初となる、イギリスクラシック三冠を達成した。他、スコット・ゴールドカップなどに勝利した。タネボバとしては、失敗に終わったが直系子孫は残っている。デビュー戦のクリテリオン・ステークスこそスピード・ザ・プローの2着に、敗れたが、 自走グラスゴーステークスでは、スピードザプローを破り雪上した。ウェストオーストラリアンは抜群の勝負強さを持った馬で、特に馬体を合わせた時の勝負強さは目を見張るものがあった。そのため接戦が多かったが、2戦目以降一度も負けなかった。3歳児は2戦ギニー、エプソムダービー、セントレジャーステークスとも接戦ながら確実に勝利し、イギリスクラシック三冠を達成した。 3歳児は、この3競争以外には単走しか出走していない。4歳児には、当時小馬路線の最高峰であった、アスコットゴールドカップもやはり、花さで制し、2戦目からの10連勝で引退した。引退後は、タネボバとなったが、1歳上にストックウェルがいたこともあり、成功はできなかった。代表3区はオークスに勝った、サマーサイドである。他に、 腐敗のバーカルダインを出した、ソロン、アメリカに輸出され、守護馬として成功したオーストラリアン等を排出した。ソロンの直径子孫にハリーオン、オーストラリアンの直径子孫にマンノウがいる。ありがとうございます。